はい、今ですね、スペインのマドリッドにいます。マドリッドね、前に見てる建物がね、アトーチャ駅の近くにあるね、ソフィア王妃芸術センターでございます。日本からのね、旅行会社のね、パッケージツアーなんかだと、マドリッドのね、市内の観光としてね、ついてるものとして基本的なものとしては、プラドの美術館とこのソフィアの芸術センター、そして王宮、この3点です。で、このソフィアの王妃芸術センターに関してはもともと病院だったんですよね。病院だった建物を改築して1986年に開館したものです。20世紀のね、現代美術を集めたピカソの大作、ね、ゲルニカを所有するものなんです。2階4階が、接点、1階3階が企画展になっているんです。で、このゲルニカね、ピカソのゲルニカに関しては1992年にプラドの美術館から移したものなんですね。2階にあります。で、2階にはね、19世紀末の前半から、20世紀初頭にかけてのね、スペイン現代芸術の巨匠たちの作品が展示されているということでございます。ね、まあ、費用は現在、まあ、2014年の9月の14日ですけど、80ドルです。学生に関しては4ユーロ。だからこの学生に関してはね、国際学生証持ってないとダメです。で、日本の学生証、英語で書かれてないですよね、基本は。なので、わかんないと思います。場所はね、アトーチャの駅から近いです。で、プラドの美術館からも近くて、まあ、実際こう歩いて行ける距離でございます。なんでね、もし例えばもし例えば、まあ、含まれてない場合はね、自分で行く場合は歩いて行けるんで、地図見て行ってください。アトーチャの駅もすぐ近くです、ね。あと王宮なんかもあるんですけど、王宮までそこまで歩くのは結構時間かかるんでね、あれですけどね、地下鉄を利用した方がいいかなと思います。